ご一緒にお伝えくださいませ。よろしくお願いいたします。コーラスの方どうぞ上を向いた子ご一緒に歌ってください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、平井拓です。どうも。活力ある市民の集いももうこれで、29回、来年は30周年ということです。モグラ先生、来てください、モグラ先生。来年はやるんですよね、30周年、大々的に。30年ってのはもう大変ですよ。本当に皆さん方で盛り上げていただいて、前のね、古い市民会館の時からずっとやってた、まあ私は高松のこれ一つの歴史だと思います。物事始めるのは割とできるんですね、いろんなお祭りとか。だけど続けることは大変です。そして次の世代につなげていくことはもっと大変です。それでこのイベントをぜひ皆さん方、これからも皆様方の集いとして盛り上げていただきたいと思います。私はもう3年越し歌を歌うと言って歌ってなかったので、今日は歌います。で高校生時代に私ギターをやってたんですが、3月11日に震災が起きてから、ギターをもう一回持ち始めました。それでできるだけいろんな機会にチャリティーコンサート等々に参加しようということで、その歌い始めましたので、なんせ35年ぶりにギターを持ってますので、大してうまくありませんが、気持ちだけが伝わると思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは皆さん方も一緒に歌ってください。これ坂本九さんの上を向いて歩こう。もう何の打ち合わせもなくいきなりやってますね。どうなるかというのはぜひ会場の皆さん方も一緒に歌ってください。上を向いて歩こう。涙が上を向いて歩こう。
とうございました。